しい。どこでも貯まるビバ V ポイント、いつものお店でどこでも使えるビバ V ポイント、なんと海外でも世界のビザのお店で使える、どこでも V ポイント。三井住友カード。高橋さん入られます。お願いします。どこでもたまる、はい、これを左右でいっぱい戻ってきちゃう。左後ろトンで横にピョンとジャンプたら、お願いします。全部このケンケンも音楽でテスト本番でも撮っていった方がいいですよね。そうですね。でそんな気がする。行きましょう。そんな感じだ。行きます。せーの。三井住友カード。はい、カット。カット、カット。せーの。三井住友カード。はい、カット。カット、カット。はい、お願いします。お願いします。参りました。行きます。せーの。めっちゃ使える。はい、カット。はい、カット。はい、お願いします。参りました。行きます。せーの。なんと海外でも。はい、カット。はい、カット。うん、カット。覚えてます。お願いします。お願いします。お願いします。参りました。行きます。せーの。コンビニ 5%。 ちょっと違う。はい、カット。なんかさっき言うこと言ったの、なんやろ。お願いします。お願いします。ロッカーだ。一番最初のこのセンター、いろいろから見せて大丈夫。世界のビザのお店で使える、どこでもポイントを。横にジャンプする。はい、ちょっとお待ちください。衣装チェック。このビザのお店で使える、どこでもポイントバッチリ。ちょっと一回チェックするんで、はい、一回チェックします。
とかでもいいかもしれない。そうですね。うん。
これもラスマイもいいと思いました、うん、なんかどっちもありだな、うん、OK です。じゃあ、はい、本日高橋さんの撮影これで以上となります。いや、そうですね、本当ダンスが印象的で、事前にダンスの動画をいただいたりとかして練習したんですけど、本番できるかなって不安になっていっぱい筋肉痛になっちゃるぐらい練習したんですけど、おかげで先生にたくさん教えてもらったおかげでちょっといい感じでいったんじゃないかなと思うので、ダンスにもぜひ注目してもらえたらなと思ってます。そうですね、海外旅行なかなか行く機会がないんですけど、でも憧れはすごくあるので、なんかニューヨークだったりとかパリとか、あとギリシャの方とかいろいろ行ってみたいなって国があるので、そういうところでも V ポイントを貯めて使えたらなっていうふうには思ってます。お仕事でしか海外に行ったことがないんですけど、でもなんかハワイとか暖かい国に行くとやっぱり日本とはまた違う気候なので、あ、すごい面白いなと思ったりとか、あと人がやっぱりすごいおおらかだったりするので、日本とはまた違った雰囲気の方もいらっしゃったりするのがすごい新鮮で面白いなって感じます。めっちゃ可愛いです。なんて言うんだろう、この可愛いこのグリーンとこのここがハートになってるんですよ。ミニミバスケ。子供？ミネスケの子供？違う？あ、違う。じゃあ親戚かな？かわいい。こんなにこんな感じでね、ミバスケと一緒に CM を撮ってました。かわいいですね。なんて言うんだろう、なんか妖精って感じがするというか、クマってビーバーの妖精ってイメージなんですけど、ビーバー出身だよね。そう、ビーバーなんですけど、なんかビーバーっていうのを感じさせないくらいこのグリーンが綺麗で、なんか日本って感じがしますね。え、違う、そんなことない。これ鼻がね、すごいチャーミングで可愛いんですよ。この口元とかも可愛いので、ぜひビバスケにも注目して CM をご覧になってください。そうですね、 V ポイントでやっぱりなんか世界中で使えるっていうのはすごいびっくりだったので、なかなかやっぱり対象のものが決まってたりとかってするのってよくあると思うんですけど、そうじゃなくって全世界で使えるっていうのってすごく魅力だなと思うので、たくさん貯めて海外旅行の時になんかお土産にも使ったり、誰か家族にプレゼント買う時にも使えますし、自分に逆になんていうか、友達には買うけど自分に買うのってなんかちょっと億劫になっちゃったりするので、そういうのを化粧品だったりとか現地のなんか可愛いアイテムとかを買えたらなって思ってます。どうだろう、どっちだろう。でもカード使う機会も増えてくるので、やっぱり最近やっぱりお家をねすごく居心地いい感じにしたいなっていうふうに思って、やっぱステイホーム期間もあったので、それを踏まえてなんかやっぱりお家を魅力的にしたいなって思ったので、家具見に行ったりとかしてるんですけど、そういう時はやっぱりカード使う機会が多いなと思います。でも私今年初めてブランドのバッグを買ったので、それが一番大きな買い物かなと思います。可愛いです、とても。ポイントは大好きですね。ポイントはもう貯めようと思ってないですけど、もう勝手に頭がもう貯めようっていう風な脳になってるので常に貯めてますね。でもなかなかポイントを使い切れずにとかなっちゃうので、しっかりポイントの残高見ないとなっていつも思うんですけど、でもしっかり貯めて使ってます。
そうですね、コンビニなんてもう毎日のに行きますし、1日多かったら2回ぐらい行く時もあるので、って考えたら、しかも 5% もって考えると、毎日毎日ポイントが貯まるって考えたら、すごいルンルンだなって思うので、これは皆さんも私も含めて嬉しいなと思います。